誤解を恐れずにお伝えするのであれば、いい意味で無味無臭だと思います。可能性のあるミネラルウォーター、そんなイメージでしょうか。非常にナチュラルな深淵な深さのある魅力的な響きだと思います。それではこちらのピアノを紹介いたします。ヤマハ中古アップライトピアノ U10A1990 年製のピアノです。 U10A は中古の王道 U1A、 そしてその次に製造されたのが U10BL、 そしてその次に製造されたのが U10A です。先日 U30A も動画でご紹介をさせていただきました。この U10A に対して10センチ背が高いタイプです。その10センチの差、それがどのぐらいの差なのか、 U10A の魅力もたっぷりとお伝えしたいと思います。タッチ、音色、響き、それぞれご紹介いたします。まずはタッチです。U30A の時にもご紹介させてもらったんですけれども、初動の軽さ、この U10A も同様に感じます。鍵盤に指が吸い付いてくれるようなスムーズなタッチ感です。なので指に伝わるストレス感覚も最小限に抑えられていて、非常に弾きやすいです。軽やかなパッセージも非常に抵抗なく弾くことができます。初心者の方でも非常に弾きやすいのではないでしょうか。次に音色です。弾いてみて感じるのは非常にナチュラルな音色、中道的というんでしょうか。誤解を恐れずにお伝えするのであれば、いい意味で無味無臭だと思います。可能性のあるミネラルウォーター、そんなイメージでしょうか。弾いていくうちにその弾き手のイメージであったり、弾き手の音色に染まっていってくれる余地がまだまだ残っている音色感覚だと思います。非常にこれからが楽しみな音色だと思います。最後に響きです。非常に澄んだ響き、決してスケールが大きいわけではないんですけれども、どこまでも音の芯を追っていける、じんわりとそこに音の響きを漂わせてくれる、耳で余韻を追っていくとどこまでもその余韻に引き込まれていく感覚、連れていってくれるような感覚、動画で伝わるでしょうか。非常にナチュラルな深淵な深さのある魅力的な響きだと思います。最後に外装をご確認ください。天屋根は非常に綺麗です。擦り跡などもございません。そして上前板に行って、鍵盤蓋、内跡などもございませんね。で、低音側にやや擦り跡ご確認できるでしょうか。本当に細かいところなんですけれども、細かなすり跡などはご来店の際ご確認ください。いかがでしょうか。ヤマハ中古アップライトピアノ U10A1990 年製のピアノです。タッチ感は初動から非常に軽やかなタッチ感、音色は可能性のあるミネラルウォーターのような、これからどんどん変化してくれる楽しみのある音色感覚、響きはスケールはそこまで大きくないんですが、深みのある魅力的な響き、どこまでも響きの余韻を追っていける、
小ぶりなんですが奥深い響き、ぜひ一度ご試乗なさってみてください。いかがでしたでしょうか。ヤマハ中古アップライトピアノ U10A 1990年製のピアノです。皆様からのご連絡、ご来店お待ちしております。